あ、ロリガキ発見、ほら、くらえよパンパン、あれ、段差かましますか、段差ブスボ、ブスバス。逃げんなよ。なあ、逃げんなって、お前、ずっと動けて、もうちょっとうるせえ、こいつ俺で遊んどるやろ。な、ほら、足バタバタバタコさ。あ、どうも、キュンです。三次君の時代来ましたね。もうみんなから散々さ、バカにされてきたこのキャラやけどさ、キュンさんは出た当初から強い強い言っとったやんか。で、今、セラフィム環境になって、なんと、弱点が3時とクラッカーぐらいしか今んとこね、こう上がってないらしいですね。で、3時がその中でも、特に厄介らしいです。で、3時使いこなす配信者って、まあ、キュンさんやないですか。まあ、なので今こそね、ちょっとキュンさん本気で3時使っていきたいと思います。まあ、ロリコックの顔面ね、とにかく蹴って蹴って蹴りまくりたいと思います。あ、あとこれはさ、別に言わんでもいいことなんやけどさ、3時のことを今まで散々クソ雑魚とか無能なキャラとか、バカにしてきてたやつら、まさか手のひら返して使ったりしないっすよね。キュン玉ガラガラ、肉キュンのホラーゲーム、肉キュンベータ。こちらでは普段見れないキュンさんがたくさん見れるよ。みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルの URL を概要欄に貼っておくよ。めちゃくちゃ怖いからキュンさんと一緒にプルプル震えようね。はい、相手に一人だけセラフィムがいますと。ちょっとこの3番さんで、別に恨みとか何もないんですけど、ひたすらちょっと粘着させてもらいたいなと思います。はい。で、レベルもちゃんと星5以上なんでね。なかなかね、セラフィムが3体4体揃ってる時のマッチングっていうのがなくてですね、何回かやったんですけどね、もうちょっと妥協して敵に1体でもいたら撮影しようかなと思って撮影します。で、ちょっと試しで使ってみましたけど、めちゃめちゃ強いっすね、これね。で、フランキーさんはもう、死にに行ってるようなもんなんで。あ、このエサホにやられてる？やられてないか。あ、ロリガキ発見！おい、蹴っちゃうよ、蹴っちゃうよ、俺、食らえよ。パンパン！ロリガキの顔面パンパン！あ、いいっすね、次もちょっとロリガキ来た。これは、ちょっと面白くなりそうだな。で、ロジャーもね、3時で全然見れちゃうし、だからキュンさん今はめちゃめちゃすごいね。だからキュンさんの3時が強すぎるわ。あー、フラグ回収早。あ、おそらく1番さんのセラビムは星4かな。さすがに通常なんか3発ぐらいで死んだりはしないんで。で、2番さんもセラビム使ってるということで、まあなんだかんだセラビム多いんですけど、まあひたすらロリコック借りまくってね、まあ鬼3時の環境来てるよっていうのをね、まあ、皆さんに分かってもらえたらなと思います。いるね、あそこにね。じゃあ竹取って意外に突っ込んじゃうかな。はい、ブワーソー、うわー、無敵ってな。で、やっぱ3時警戒でロジャーもなかなか遠く行かないのかな。まあね、2人ともかかってくる、どっちもキュンさん得やからね、こんなね。あ、ミスター。あ、で、これロリコックの最大の難点、3回無敵があること。でもこれ3時って多段多いんで、多段技が多いんで、簡単に無敵剥がせちゃいます。で、この通常食らったところで別に大したダメージ入んないんで、まあそれ食らっときゃいいですと。で、エリア中だったらお互いこう、よろけない状態で戦うことが多いと思うんですけど、別にその、こういうスキルだけね、ジャスト取って、やっていけばいいかなと思ってます。そしたらもう通常のその差でどんどん相手の HP 削れていくんでね。で、最高なのはこのスキル2なんですけど、スキル2の火力上げは、そのパラメーターとは違うんで、その、セラビムのデバフ効果ね、適用されないんですよ。まあ今ちょっと無敵ついてたけど。だからそこがいいんですよね。だからこれが 80%、100% なってる時に撃っちゃえばマジで相手が100レベルだろうと、貫突しようと、もうパンパンできる可能性があるということで、とにかくぶっ壊れっすね。まあ3時代だから出た当初から言ってたじゃないですか、ケンさん、ぶっ壊れだって。どこがこれの弱いのかがわからん。別に今に始まったことじゃない。気道環境の時だって3時はすごい良かったと思うよ、ケンさん。個人的には。火力の化け物やからな、これ。で、100% 溜まりましたと。ロリガキ撃ってな、ほっぽけ！あ、ちょっと待って、無敵またついてるの、もう合わせられたか。イライラすんな、あれ。100% まで貯めてさ、100% まで貯めた時に相手無敵ついてたらイラってすんな。ちゃんと炎ついてたの確認したんだけどな。多分同時だったんだろうな。くそが、しょしょしょし。まあ、ロジャーも枯れるし、セラビンも枯れるし、もう鬼三次マジ最強。逆に鬼三次の弱点ってなんなんやろうな。あいつ、エマトぐらいかな。エマトとアルベルぐらいか、正直。あれだけちょっとスキル気をつけなきゃ、もう踊り楽勝。はい、強っ。まあ、サンジの使い方は結構奥深いんで、慣れは確かに必要になるとは思うんですけどね。まあ、ちょっと次の試合でもうちょっと解説します。じゃあ相手さんのね、1番にセラフィムがいるということで、ちょっと申し訳ないですけど、粘着させてもらいます。てか、セラフィムが今主流やから、そいつさえ抑えれば結構、うちらも、うちらってか、味方も勝ちやすくなると思うんで。で、やっぱロジャーも多いし、まあ、味方にロジャーいないんですけど、要はセラフィムさえ抑えたらロジャーは相変わらず無双できちゃうと思うんで、まあまあ、サンジがいる場合はね、どっちも見れるから、そこが強いんですよね、サンジって。じゃあこれ段差かましますか、段差ブスボ、ブスバースブフバースをかましますと、お前。よし、来いよロジャー、なあ、効かないで、うわ、抜く、いいよ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 、全然いいよ。キュンさん、セラフィム用があるから、おったロリガキちゃん、遊ぼう、キュンさんと。なんや、その攻撃。キュンさんはな、絶対な、それで無駄がいいしねえんだよ。どうせスキル2の爆発狙っとるやろ、こいつな。ほら、足バタバタバタコさ
はい、聞かない聞かない、大丈夫ですね、大丈夫ですね。じゃあこれ裏から入りましょうと。おー、よく耐えたね、セラビムちゃん。いいね。いいね、強いね、セラビムちゃん。何か。お前出て大丈夫か。うわぶわーぶわぶうぜ、赤になった。ちょっとだるいな。まあ、いや、セラビムすぐね、色変えてくれるんでね、結構すごいんですよ、このガキ。はい。うん、すごいっすね。めちゃくちゃすごいっすね。こんな都合のいいガキはなかなかない。よし、もう勝ち確やな、これはな。まあ、あとは通常で。まあまあ、これは受けて一旦、そう、緑になりたかったと。そう、これは言ったから、逃げるかな、逃げんなってもだるいな。ちょー、もうさ、やっぱ逃げられちゃうよね。そんだけやっぱ、キュンさんのサンジを警戒されて、また赤なんだ、だる。まあでも、セラビンは通常撃つしかないんでね、サンジが来たら。おのずと属性は緑に戻れるんで、最高っすね。で、文書のチェコン2巻もどっちも落としときたいな、赤いね。うぜー、あっち行けよ、邪魔すんなよ。なあ。お前逃げんなって、おいロリガキ、ほら逃げんな、ほ逃げんな、うわーちょっと待って、なんか変な固まり方した。あれ逃げられた、もうだる、うるせえな、もう下しかねえやろお前、そこやろ、あれそこやな、オッケーオッケーオッケー、よしロリガキ逃げんなよ、逃げんなよ、なあ逃げんなって、お前もうめんどくせえから絶対逃げて、もうちょっと長押しで止めんの卑怯だって。うるせえ、こいつ俺で遊んどるやろ、おいキュンさんで遊ぶなお前、おいおい、しょ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 し、こっち来いやほら。散々振り回しやがってお前、クソが、一箇所にじっと立っとれ。で、属性は赤のままなんで、今すべての敵に対してね、得意属性なんで、ガンガン行きましょう。無双状態来ましたね。はい、じゃあこのニカちゃんが起き上がったら、タイミング見てスキル使って火力上げましょう。しまたまたまたこさん、いやマジでこれ気持ちいい、脳汁半端ない、てか 80% 曲がったのこれやばくない、じゃあこれめっちゃ大事に使わなあかんな、大事に使ってワンパンしてえな、だから時間的には結構守らんて、いや抜けないよなあれは、抜けないか、ちょロジャー吹っ飛ばすか、暗い 80% シュート、あれなんでなんで今当たらんかった、マジかマジか、なんで今当たらんかった、え、ジャスそれだか今の、はい、怪しいな、時間去った気がするけどな、ちょっとな、足まだまだ落ちた、あーホームだ、ふぅぜ、ちょっと待て待て、負ける負ける負ける、負けちゃう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 、ビッグマブコこうつければ何でも可愛くなると思うんだよ、可愛くねえだろ。まあ、あとは相手さんのそのセラミムがどれだけ完成してるかとかもあると思うんですけどね。一回100レベルカチカチのやつやってみたいですけどね。どっちが勝てるのか。いや、ま、さすがに鬼さんじのが有利すぎるか、それはな。はい、じゃあブフバーストっていく。うわ、マジか、避けんのか。やるな。やるな。あ、でさ、白でね、すげえ面白い固まり方すんな、お前。白おでんが結構厄介なんで、スキルだけちゃんと気をつけてね、あれしないと。はい、ジャスト追って、これはもうちょっと、ああ、そう、それはきつい。もう白おでんおるとね、何が起こったか分からんずに死ぬ時とかもあるんでね、ほんと気をつけた方がいいですね。よし、足バタバタバタコさんで落としましょう。オッケー。で、火力もね、今 100% 溜まりました。オッケー、果汁 100% ブーバー、意味なかった。そう、まじ、てかめっちゃいろいろ見せた。意味なかった。肉取る。そう、おでんはエリア内だったら、無敵っていうか、あれですね。期待するんで、すごくもったいない100ブーフバーストやっちゃいましたね。うん、しかもなんか、裏やろうとしたらめっちゃミスる。ただのイキリ裏バーストになっちゃったしね。あー、それうざい。ジャスト、うわ、なんで、で、立ち回りとしては、別にブーフバーストは、パーセンテージ溜まってなくても、打っていいんすよ。ただでさえ火力お化けなんで、普通に大ダメージ与えることができますと。いや、なんか若干楽で、あー！オッケー、2体来た。一気に2対1、2対1とかでやってくんねえかな。クソガキ1体じゃ相手にならんからな。けど退屈しちゃうよ。おい、そこの旗にロリガキが来て旗抜くか。あー、回避は今使ったから打ってもよかったけど、まあ確実に行きましょう。抜き終わり、ブーバーソーオッケー、もう半分以上削れちゃうからね。もう余裕だってこんな。はい。で、スキルくれー、ジャスト取っていく、バシバタバタバタのさ、バシバタバタってない。はい。この間も、まあ意味ないか、これは。オッケーオッケーオッケー、はい。もう余裕、マジで余裕。で、まあ、本当やったら旗握っても平気やとは思うんすけど。まあ、ちょっとこいつをぼかしましょう。あー、うぜ！二度目か。まあ、ただ絶対見れないんで、これ怠慢だったら。セラビム使っていい人はね、潔く逃げて、他の人に任せた方がいいですね。任せれるんだったらね。はい、足バタバタバタこさん合わせようかな。あー、ゲメ！うぜ！もうマジか！あいうちか！でも、キョウさんね、自分に多段入るとスキル値短縮ついてるんで、そのメダルでね。だからもうすぐ溜まっちゃう。はい。あ、ちょ、何今のフリーズ？もうなんかさ、固まるよね、最近バウンティ。ない？固まるときない？ね、あー、逃げられた、もう今の一瞬で、ほら逃げられた。まあでも誰も来なさそうだしな、抜くか、向こうブースト中やしな、無理に突っ込む必要もないし、ここ抜くか。うわー、退屈ー、これおっと、油断気持ち、それ2回いるっしょ。はい、ナズマー、ジャスト取っていく。甘いな、キュンさんの見聞色を舐めるな。いや、これ、超過を握っとんのマジで退屈よな。話すことない。なんか話す？どうしよう。桃太郎さんでも、あれ、朗読する？
昔々あるところにおじさんとおばあさんがいました。おじさんは山へ、おじさんは川へ。はい、ぬきぬき完了。あ、アホロジャー来た。はい、回避。こうやって通常のフェイント入れるとね、相手すぐ打ってくるで当たると思ってね。そうやってだからタイミングわかんない、つかめない攻撃に対しては誘い出した方がいいですね。打てるような状況にね。これ足バタバタバタとくさんやって、まあ無理だな、こいつね、勝手に逃げると見せながら裏から入ってブルーバースト。お前ケツ真っ青になるなこれな。明日立てねえぞお前。そんな攻撃は何ともないんでね、全然ね、ゲージ減らすことに意味があると。オッケー、じゃあ2対1やるか。2対1やっか、お前らかかってこいや。ちょうどいいや、2対1が。なんやその攻撃、オラ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 。はい、ちょっと今間に合ったって絶対。わー、待って、ちょっと。いや、もうこの時間だったら生き延びたいな。あとミリやけど、キュンさん頑張れ。オッケー、やばい、これジャスト、オッケー。オッケー、いいよいいよいいよ、ナイスナイス、体力ちょっとずつ回復してこう。てかここっても意味ねえな、旗抜けんからな。離れるか逃げるか。オッケーオッケー、バタ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 コさんで回復しよう。オッケー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 。でも抜けないから、もうちょっとキュンさん逃げたいな、逃げたいな、逃げたい。くっそ、タイマン勝ちたい欲が勝っちゃった。てかもう0-5でね、もうまあこれワンチャンキュンさんがあそこにおったのが悪かったかもね。ごめんね、みんな。はい、皆さんさようなら。Yeah.